こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、青子です。去年発表された2023年モデルが、そろそろ発表発売され始める時期だぜ。今回のテーマはこちら。2023年、発売が超楽しみなバイク14選。ということで、2023年で一押しモデルをまとめたぜ。2月に入りましたからね。国内モデル、海外モデルの2つに分けてお届けします。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。2023年、発売が楽しみなバイク14選。国内メーカー編、海外メーカー編、です。じゃ、始めご。国内メーカー編。1、ヤマハ、トレーサー9、GT プラス、海外仕様。トップを飾るのは、ヤマハのトレーサーですね。去年のエイクマで発表されたモデルで、文字通りトレーサー9 GT の上位モデルだ。トレーサー9にツーリング用装備を取り付けたのが GT で、GT に先進装備を盛り込んだモデルがプラスだぜ。先進装備って？ミリ波レーダー連携ユニファイドブレーキシステムを利用した、アダプティブクルーズコントロールだな。普通のクルコンと何が違うの？前走車の車間に対し、ライダーのブレーキ入力をチェック、不足している場合は自動でブレーキアシストする機能だ。それって、川崎の忍者 H2SX と同じ機能ですよね。だけど H2SX は価格 265.1万円の超高級車だぜ。それに比べたらトレーサー 9GT は 16,499 ユーロ、円換算でたったの約 233.2万円。あれ？トレーサーも高いじゃないですか。すまん。 GT プラスだからパニアケース装備の価格だった。国内仕様はパニアなしで160万円台って予想されてるぜ。最新技術搭載でその価格なら興味力的ですね。コスパ優先ならトレーサー9が最強です。国内発売時期はいつ頃なんですか？ヤマハの発表では2023年の夏以降だな。では、トレーサー 9GT プラス海外仕様のスペックを教えてください。エンジンは並列3気筒 889cc、最高出力は119馬力 10,000rpm、最大トルクは 9.5kgfm 7000rpm。シート高は 820mm、重量は 223kg。車両サイズは 2175-885-1430 だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明。ガソリンタンク容量は19リットルだ。2、ヤマハ、テネル700、ABS ラリー、国内仕様。え、男子の憧れ、パイタンク装備のラリーエディションが国内販売されるんですか？残念ながらそっちじゃない。2023年モデルのテネレ700に、ラリーエディションの外装キットを装備したモデルだな。エンジンスペックや主要装備に変更なしだ。あれ？欧州仕様のテネレ700は、メーターがモノクロからカラー液晶に変わってましたよね。残念ながら、2023モデルの国内仕様はモノクロメーターのままだ。追加される外装パーツは、ラジエーターガード、プロテクションパッド、スキットプレート、チェーンガード、チェーンガイドの5つだな。価格は 141.9 万円だ。総額 124,850 円のキットが、ベースモデルの 77,000 円アップで装備できる、お得な仕様ですか。そして、ラリー好きの皆さんの水煙の的、外装フルキット、ザ・ファーストテネレ、ボディキットも発売だ。価格は 88,000 円だ。総額 150.7 万円で、国内仕様モデルでラリーエディション気分が味わえるぜ。結構いい値段ですね。おしゃれには、ちょっぴりお金が必要なんだよ。で、いつ発売ですか？テネレ 700ABS ラリーは2023年3月8日発売だぜ。では、テネレ 700ABS2023 のスペックを教えてください。エンジンは並列2気筒 688cc、最高出力は73馬力 9000rpm、最大トルクは 6.9kgfm 6500rpm。シート高は 875mm、重量は 205kg。車両サイズは 2379-105-455 だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 23.8kgWMTC、ガソリンタンク容量は16リットル、航続距離は 380.8km。グバイクの中古車価格帯は、139,500円、88万円で262台だな。3、スズキ、V ストローム800レーン、海外仕様。あ、先日深掘りした1台ですね。V ストローム 800DE は、V ストファミリーの中で未舗装路走破性を重視したモデルだ。V ストローム650の進化系ではなく、全面的に新設計されてるんですよね。大きな変更は、心臓部の V 型2気筒 645cc エンジンが、新設計の並列2気筒 776cc エンジンとなったことだ。足回りは21インチ化、未舗装路を考慮してフロントフォークのストローク量もアップ。ふむふむ。最低地上高も 170mm から 220mm、シート高も 835mm から 855mm アップだ。この高さは嬉しくもあり悲しくもあり。電子制御はトラクションコントロールやドライブモード、クイックシフター装備だが、クルーズコントロールは未搭載な。ミドルクラスにクルコンを初搭載するメーカーは、一体どこだ？
で、価格はどれぐらいでしょうか？欧州の新車価格は、日本円換算で約 168.8 万円だ。ライバルとなるヤマハのテネレ700が 134.2 万円、ホンダのトランザルプも130万円台と言われているから。V ストローム 800DE も120、130万円台だと言われてる。発売日は？今までの経験では、欧州モデルの発売3ヶ月後ぐらいだ。欧州で2023年2月から発売予定なので、5月ぐらいだと予想する。ゴールデンウィークを 800DE で駆け抜けるなんて、最高じゃないですか。デジャブかな？では、V ストローム 800DE 海外仕様のスペックを教えてください。エンジンは並列2気筒 776cc、最高出力は 84.3 馬力 8500rpm、最大トルクは 7.9kgfm 6800rpm。シート高は 855mm、重量は 230kg。車両サイズは 2345-975-1310 だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明。ガソリンタンク容量は20リットルだ。気になる人は、こちらの深掘り動画をご覧くださいね。4. 鈴木 V ストローム SX 海外仕様。 V ストロームファミリーで技術的に一番シンプルな油冷単気筒 SOHC エンジンを積むモデル。日本でも大注目アジアの星 V ストローム SX ですね。 SX の発売が始まっても V ストローム 250ABS は併売されるらしいので価格面が長期になりますね。 V スト 250ABS は61万3000円だな。同じ油冷エンジンを積むジクサー250は 44.8 万円、フルカウルのジクサー SF250 は 48.18 万円。これらの価格から推測すると、やっぱり50万円台か。これは安い。そして装備は、デュアルチャンネル ABS、スマホ接続可能で簡易ナビゲーション機能も内蔵だ。そしてちょっぴり高機能。でも鈴木さん、V スト250と SX の国内競合を避けるため、スマホ接続は未搭載、なんてことはしないでね。ホンダさんの GD350 みたいに、ぐぬぬぬぬぬぬぬ。で、発売日はいつ頃ですか？2023年の夏頃に発売されるかな？って話が2022年の V ストロームミーティングであったらしい。では、V ストローム SX 海外仕様のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は 26.5 馬力 9300rpm、最大トルクは 2.2kgfm 7300rpm。シート高は 835mm、重量は 167kg。車両サイズは 2180-880-1355 だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明、ガソリンタンク容量は12リットルだ。国内価格は未発表だが、並行輸入モデルは 49.5 万円だ。鈴木 GSX-8S 海外仕様。新 GSX-S1000 のスタイルを引き継ぐ鈴木の新しい GSX シリーズ 8S ですね。で、次は 9S だな。ぜひコラボしてほしい。この 8S は V ストローム 800DE と大部分のコンポーネントを共有している。なのにこのデザイン、兄弟車とは思えないスタイルの違いにびっくり。この白青カラーに一目惚れだ。プラットフォームは共有、シンプルなネイキッド。これは価格も期待できますね。新車価格は欧州価格の日本円換算で、約 128.6 万円だけど、ネット界隈の予想では、なんと、90万円台って話だ。その根拠は？先日発表された国内仕様の SV650 は、80.3 万円だ。この価格に GSX-8S の装備、液晶メーター、クイックシフター、電子制御分の10万円程度を追加して、90万円台だって。このコスパはすごい。でもさ、あまりに安いとチープに感じるし、このご時世だし、適正価格で販売してほしいですね。そうだな。では、発売はいつ頃なの？兄弟車の V ストローム 800DE と同じ時期、国内仕様は3月発表、5月販売だと予想するぜ。同じネイキッド、ホンダのホーネットの発表も近いですね。どちらが世界的に受けるのか、反応が楽しみです。では、GSX-8S 海外仕様のスペックを教えてください。エンジンは並列2気筒 776cc、最高出力は 82.9 馬力 8500rpm、最大トルクは 7.9kgfm 6800rpm。シート高は 810mm、重量は 202kg。車両サイズは 2115-775-1105 だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明、ガソリンタンク容量は14リットルだ。6、ホンダ、CB750、ホーネット、海外仕様。約1年の間、引っ張りに引っ張った CB750 ホーネット。ついに去年末発表されました。なんと、欧州価格驚きの6999ポンド、円換算で約 112.4 万円ですよ。この価格設定には驚いた。このクラスの新型は、似たようなスペックと価格なんだが、ホーネットはもう一声、安かったからな。パワーモード、エンジンブレーキ、ウィリーコントロールを統合制御する HSDC と、ライディングモード搭載。音声コントロールでスマホ操作、ナビゲーション機能などが利用できる HSVCS も装備だ。絶対欲しいクイックシフターをオプション装備にして、本体価格を下げているのが戦略的だ。さすがホンダ。そこは商売ですから。実車の発表時、スタイルについていろいろ意見があったけど、ホンダのストファイといえばこの形になるのは当たり前ですね。ティザーで公開されたデザインスケッチは超イケてたからな。突っ込みたい気持ちもわかる。ちなみに CD1000 ホーネットの噂もあるぜ。
その辺は忖度しながらコメントすることにしましょう。ベストカーの予想デザインですね。ぜひこのままでお願いします。で、発売日はいつ頃でしたっけ？当初は日本発売は見送りという情報だったが、ライバルスズキの動きを考慮して、2023年の下期に国内仕様が発表されるみたいだぜ。カッコが多い。価格の方は？欧州価格の円換算は約 112.4 万円だ。ニュースサイトでは80万円台の文字が踊ってるな。気質の欧州モデルと、国内仕様の価格差から求めた価格だと思うけど、80万円台はさすがに厳しいと思うな。でも、この性能でこの価格だったら文句なしでしょ？ありません。でも、この顔のストファイは日本でヒットしないって聞くし、その価格で発売しても、売れないかもしれないぜ。それは発表時の販売計画台数で察してください。まずは国内発表の吉報を待ちましょう。では、CB750 ホーネット海外仕様のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 755cc、最高出力は 91.7 馬力 9500rpm、最大トルクは 7.6kgfm 7250rpm。シート高は 795mm、重量は 190kg。車両サイズは 2090×780×1085 だな。ガソリン仕様は不明で燃費は 23kg、ガソリンタンク容量は 15.2 リットル、航続距離は 349.6kg だ。7、ホンダ、XL750、トランザルプ、海外仕様。CB750 ホーネットの兄弟モデル、アルプス越えの XL750 トランザルプです。この兄弟展開は、スズキの GSX8S、V ストローム 800DE と同じ関係ですね。パラツインで、ネイキッドとアドベンチャーの兄弟車展開。しかも同じ発表タイミング。これはぜひ、開発秘話的な裏話が聞きたい。過去にはホンダと川崎との7班勝負、ホンダとヤマハとの HY 戦争などありましたし。今回の対決、どんな結果になるのか楽しみですね。ま、それは置いといて。トランザルプの特徴は、これ1台で日常から世界一周まで、どこまでも行けるジャストサイズオールランダー、がコンセプトだ。すごいコンセプトですね。でも国内仕様が発表されてないのに、なぜそこまで言い切れるの？トランザルプの詳細に関しては、国内仕様発表前なのにかなり詳しく HP に掲載されているんだよ。どこにどこに？ホンダ HP のイノベーションの中にある製品テクノロジーだ。XL750 トランザルプのテクノロジーとして技術紹介がされている。確かに詳しく記載されていますね。あ、主が待ちに待った HSVCS の iOS 対応については、22年10月以降、順次対応と書かれてますね。よしよし。他の装備は？エマージェンシーストップシグナル、オートキャンセルウィンカー、4パターン選択可能なカラー液晶メーターと、ライディングモードは4種類から選択可能だ。特徴には日常短距離での扱いやすさと、休日長距離、高速走行時の快適性の両立とあるが、やっぱりクルーズコントロールは未装備なんだよな。着いたら俺ランキングがアップするのに。これも中の人にぜひ聞いてみたい。それじゃ、発売時期はいつ頃なんですか？3月発表で5月下旬販売って噂な。価格は？先日イタリアホンダで 1,699 ユーロと発表されてた。日本円換算は 151.2 万円だな。国内ライバルはテネレ700やブイスト 800D、導入延期中の川崎のベルシス650も含めると、四つともえの戦いですね。他社の価格設定が気になるし、無難に130万円台ぐらいかな。ホンダ砲発射で、価格破壊を起こすかもしれませんよ。他社の動き待ち、か。それでは、XL750 トランザルプ海外仕様のスペックを教えてください。エンジンは並列直列2気筒 755cc、最高出力は 91.7 馬力 9500rpm、最大トルクは 7.6kgfm 7250rpm、シート高は 850mm、重量は 208kg、車両サイズは 2325×838450 だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明、ガソリンタンク容量は 16.9 リットルだ。国内メーカーはここまでだ。お次は海外メーカーで楽しみなバイク紹介だぜ。お値段のことは気にせずにご覧くださいね。海外メーカー編。8、ブガティ、ムルチストラーダ V4 ラリー、国内仕様。ミホソーロをムルチストラーダ V4 でガンガンに飛ばし、ツーリングを楽しむための上位モデルが、この V4 ラリーだ。こんな高級車でガンガンに飛ばせませんよ。ちなみに、V4 と V4 ラリーの違いは？お、異燃料タンクで。それはテネレ。タンク容量が22リットルから30リットルに拡大されてる。ベースモデルの実燃費が約17キロぐらいなので、航続距離は500キロぐらいですね。走行中、V4 エンジンのリア側バンク2気筒を停止するシステム搭載だから、もう少し伸びると思うぜ。BMW R1200GS ぐらい？34リットルタンクで航続距離600キロ以上のやつな。誰か実燃費を教えてください。電子制御は、車間距離を一定に保ちつつ自動走行する ACC と新しいセミアクティブサス。より大きなフロントスクリーンに、クッション性に優れるリアシートなどだ。パッセンジャーにも優しいバイク。で、もう発売されてるのですか？まだだな。先日、イタリア、ボローニャのボルゴ、ファミガーレ工場でラインオフされたばかりだ。国内は2月以降の発売って話だな。して、お値段は？ACC などの先進安全機能がついて、なんと 351.9 万円から。
120回ローンで。では、ムルティストラーダ V4 ラリー国内仕様のスペックはこちら。エンジンは V 型4気筒 1158cc、最高出力は170馬力10750rpm、最大トルクは 12.3kgfm 8750rpm。シート高は 825mm、重量は 260kg。車両サイズは不明。ガソリン仕様、燃費、航続距離も不明。ガソリンタンク容量は30リットルだ。旧 BMW R90 100イヤーズ国内仕様。V4 エンジンの次は、ボクサーエンジンだぜ。BMW のファーストモデル、R32 の設計開始から100年を記念して、発表されたモデルだ。R90 自体が BMW の二輪車製造90周年記念でしたよね。記念に記念を掛け合わせるなんて。これは記念の宝場。さぞや高性能な装備が満載なんでしょうね。いや、意外に普通だぞ。ライディングモードにクルーズコントロール。アダプティブコーナリングライト、アナログ2眼メーター。スペックはベースモデルの R90 から変化なしだからな。チェ、違いは？美しく光るクロームメッキブラックペイントのタンクとシングルシートカウル、100周年エンブレムだ。価格はベースモデルから 45.6 万円アップ、284.6 万円だ。部下手よりは安い。では、R90 100 years 国内仕様のスペックはこちら。エンジンは水平対向ボクサー2気筒 1169cc、最高出力は109馬力 7250rpm、最大トルクは 11.8kgfm 6000rpm。シート高は 805mm、重量は 221kg。車両サイズは 2105-865-1240 だな。ガソリン仕様は廃屋ガソリンで燃費、航続距離は不明。ガソリンタンク容量は18リットルだ。10、ハーレーダビッドソン、ブレイクアウト117。ジャパンプレミアとして先日発表されたモデルだな。全方位的カスタムクルーザー。ハーレーダビッドソンのブレイクアウトだぜ。一度は乗りたい、このバイク。1923cc の空冷エンジンを積むメーカー製カスタムモデルで。リアは240の極太タイヤ、前方に飛び出したエアクリーナー、マサト3級のおじさんにぴったりなバイクだな。やっぱり乗れない、このバイク。発売日は2023年1月19日で、価格は 326.48 万円からだ。これは150回ローンで。では、FXBR ソフテールブレイクアウト117のスペックはこちら。エンジンは V 型2気筒 1923cc、最高出力は 103.3 馬力 5020rpm、最大トルクは 17.1kgfm 3500rpm。シート高は 665mm、重量は 310kg。ガソリンタンク容量は 18.9 リットルだぜ。11、トライアンフ、ストリートトリプル765シリーズ、国内仕様。この顔にピンときたらスピードトリプル 765R だぜ。外車ですが、速くて安くてかっこいい、国内で言えばヤマハみたいなダチ1のトライアンフですね。エントリーモデルの 765R は、119.5 万円からだ。モト2で採用されているエンジン搭載で、最高出力120馬力。グレードが上がるほど出力はアップしていく。そしてそれに合わせて、足回りやメーターが豪華になっていきますね。中間グレードの 765RS では、最高出力が130馬力、カラー液晶メーター、ブレーキはブレンボ製の4ポットに変更。最上位モデルのモト2エディションは、ナムコ大限定モデルだ。日本割当ては100台だな。こちらはセパハンカ、前後サスペンションは昭和からオーリンズ製に変更されてる。価格は ?765R が 119.5 万円から、765RS が 149.5 万円から、モト2エディションが 189.5 万円だ。エントリーモデル、リーズナブル。ストリートトリプル R シリーズの発売日は、2023年3月25日だ。では、ストリートトリプル 765RS 国内仕様のスペックを教えてください。エンジンは並列直列3気筒 765cc、最高出力は130馬力12000rpm、最大トルクは 8.1kgfm 9500rpm。シート高は 836mm、重量は 189kg。車両サイズは 2050-790-1060 だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明。ガソリンタンク容量は15リットルだ。グバイクの中古車価格帯は、782,100円、1428,000円で26台だな。12、KTM790 アドベンチャー、海外仕様。KTM のアドベンチャーは、1290スーパーアドベンチャーを筆頭に、いろんな種類が発売されてるが、その中では、比較的扱いやすいモデルだぜ。いや、そうは言っても車高は 860mm だし、199kg の筐体だし、それなりに気を使うと思いますが。おっしゃる通り、海外モデルってことを忘れてました。新型の基本性能は変わっておらず、メーターの変更、エンジン改良だ。主要装備は、コーナリングトラコンに ABS にアンチウィリー、ライディングモードだ。クイックシフターとクルコンはオプションね。価格は？まだ未発表だ。先代は 156.3 万円だったから、新型もそのぐらいだと思うな。発売時期は？2023年の4月から出荷予定って話だ。まだ KTM の国内 HP には掲載されてないけどな。では、790アドベンチャー海外仕様のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 799cc、最高出力は 95.1 馬力、最大トルクは 8.8kgfm。シート高は 860mm、重量は 199kg。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明、ガソリンタンク容量は20リットルだ。
MV アグスタ、ラッキーエクスプローラー 5.5、海外仕様。ラッキーエクスプローラーは、カジバのパリ高参戦モデル、エレファント900を再現した MV アグスタの新型モデルだ。ご先祖様をフィーチャーしたアドベンチャーモデルですね。ちなみに他社モデルにもご先祖バイクはいるの？ホンダのアフリカツインは NXR750、ヤマハのテネレ700は XT500、BMW の R90 アーバン GS は R80GS だな。ちなみに、カジバはかつてイタリアに存在したメーカーだ。今は MV アグスタが商標権を買収、ブランド名のみが残ってる。象のマークは引っ越しの、じゃなくてバイクのエンブレムですね。かわいいだろ。2021年のエイクまで、ラッキーエクスプローラーは 5.5 と 9.5 の2台が発表されてる。両方とも、エレファントの特徴だったパッチリ2頭をしっかり再現している。詳しいスペックはまだ不明だな。2台の違いは、パッと見外装と TFT 液晶化されたメーターだな。MV アグスタは、エレファントを ADV モデルとして蘇らせるだけでなく、パリ高優勝の偉業も再現できるのでしょうか？ラッキーエクスプローラープロジェクトだからな。ぜひチャレンジしてほしい。発売時期は今のところ未定だが、予約は始まっているみたいだ。2022年2月にはラッキーエクスプローラー 5.5、9.5 の受注台数が1万5000台を超えたらしい。おう。高性能で高価格な MV アグスタのモデルなので、価格が気になるところですが。価格は未発表。発売日も不明だ。では、ラッキーエクスプローラープロジェクト 5.5 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 554cc、最高出力は 47.6 馬力 7500rpm、最大トルクは 5.19kgfm 7500rpm、シート高は 860mm、重量は 220kg、ガソリンタンク容量は20リットルだ。14、ロイヤルエンフィールド、スーパーメテオ650、海外仕様。イギリス発のブランドで、インドでガンガン売れている、ロイヤルエンフィールドの新型クルーザー、スーパーメテオ650だ。あ、インド市場でホンダがライバル視しているメーカーですね。最近ではホンダ GD350 と、ロイヤルエンフィールドのクラシック500の対決が話題になっていたな。このバイク、地元の道の駅でも、ちらほら見かけるようになってきましたよ。国内メーカーのアメリカンタイプミドルクルーザーは、ホンダのレブル500と川崎のバルカン S のみなので、車種が増えるのは嬉しいですね。ヤマハのボルトも忘れずに。主要装備は、ヘッドライトにロイヤルエンフィールド初の LED 採用。アナログスピードメーターに LCD ディスプレイの組み合わせで、ターンバイターン式ナビゲーションも搭載だ。もちろん日本市場へ投入されるらしいが、まだ発売日も価格も正式発表はされていないぜ。では、スーパーメテオ650海外仕様のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 648cc、最高出力は47馬力 7250rpm、最大トルクは 5.3kgfm 5650rpm、シート高は 740mm、重量は 241kg、車両サイズは 2260-890-1155 だな。ガソリンタンク容量は 15.7 リットルだ。さ、これで今回紹介するバイクは以上ですね。お次は、終わりの一言です。ちょっと待った。どうしたの？ついに川崎の ZX4R が発表になったぜ。北米発表で 4R はないって言ってたのにね。ま、外したけど嬉しいニュース。最高出力は77馬力、ラムエアカーツジ80馬力だぜ。価格は9699ドル、日本円換算は約125万円だ。詳細は後日お届けしますね。終わりの一言。ついに川崎が噂の GX4R、RR を北米で公開して発表ラッシュの火蓋が切られましたね。楽しみな新車ばかりで、一度はまたがってみたいバイクばかりだぜ。早く来い来いモーターサイクルショー。そういえば、新車を生で見られそうなバイクイベントをまた一つ見つけましたよ。何何？4、29土曜日に鈴鹿サーキットで開催予定のバイク2023です。これ、ライダー目線のイベントで、市場に多彩なゲストなど、いろんな企画がありましたね。詳細は未定ですが、開催決定しているので、この日も予定を空けておいてくださいね。それでは、次回の動画まで。1、2、3、バッバハイ。